どうもやんです、えー。運を良くするには継続することということについてお話ししたいと思います。こうね、運を良くするというか、運って結構大事でですね、えー、酔いに越したことないと僕は思ってます。で、運を良くするためにですね、こういろんなこ,こ,うことがあると思うんですね。考え方でも、この、えー、まあまあ、 いい言葉というかそのプラスの言葉を使うとかですねえー、とそうですねそのやっぱりそのマイナスの言葉は言わないとかいろいろありますよね。そんで、えー、いろいろあるんですけどもその基本的にねそのそういう運を良くするためにこうした方がいいっていうのはそれでそれ,それはそれで正解やと思うんですけどもそれをね結局 継続しないとやっぱり運は良くならないというか運の良さに気づくにはずっとそういうことその考え方そういう言葉を使うことであったりですね他ね例えば何かをこうやってて仕事でもいいですけど何かをこうやっていてそれをねちょっとだけやるということではなくてですね継続してやることによってですねあのー、その幸運幸運に恵まれるんじゃないかなというふうに 思います、うん、なんかね、えー、それがですね、あのー、ちょっとある人のメルマガを読んでたらですねその幸運はその続けることやみたいなこと書いてあってねで確かにそうやなって僕が思ったんです。ほんでそこに書いてあった中にですね例えばこう原住民みたいな人が住んでるところでですね、えー、雨を降らすためにね雨を降らすための踊りをするらしいんですね。 で雨を降らすための踊りをするんですけど、その踊りをすることによって雨が降るということではなくてですね、えー、雨が降るまでその踊りをするということなんですね。そうすることによって雨が降った状態になると。それはそうですよね。雨が降るまで踊るんですから、あのー、絶対雨は降りますよね。 その全く降らない地域やったら別ですけども雨が降ったり晴れたりする地域であれば雨が降るまで踊れば絶対雨は降りますよね。ということがそれを続けていくことが結局その雨が降るっていうことが幸運やとしたらですね、えー、それをずっと続けることによって雨が降る状態を作り出すというかそういう状態になるということなんで、えー、幸運っていうのは結局強運じゃない幸運ですねっていうのは結局つ続けることと。 いうことをこう書いておられてですね。そうや、確かにそうやなとうん、何かをこう初めてですね。例えば仕事でこう何かを得ると、まあ例えばお金を稼げる状態になるっていうためにはですね。もちろんその勉強して、そのスキルがあることも大切やと思うんですけども、何よりもね。続けることですよね。続けていったところに、そのチャンスがこう。訪れるとか。なんかそのヒントが。 こう与えられるヒントを得られるとか何かこうきっかけをもらえるとかで,ですねそういうことがあるんですよね。でそういうことがあるまでずっと続けていればですねえ結局はそういう状態を作り出せる結局え幸運に巡り合えるという状態になるということですよね。うん だからそれはものすごく僕の中に説得力があってですねそういうふうに思います。で僕がいつ、えー、強運やなってすごく運が強いと思っているのは、えー、一番は、えー、人間関係それと、えー、自分の置かれている環境ですねそういうことに関してすごくついているというふうに思っております。 で僕の場合やとその仕事をこうまあまあお家でさしてもらってる自宅店舗でさしてもらってるんですけどもこれもね結構しんどい時期っていうのは結構今でもそんなに楽で全然楽じゃないんですけども結構相当つらい時期っていうのがこうあったんですけどもそれをこうまあまあ乗り越えてというかこうなんとかこう続けてきてですねほんでやっぱり今の状態がこうついてる状態やっていうことをこう 今年になって気づくことができてるんですね。もちろんいろいろとしんどいんですよね。そのやっぱりその楽ではないんですけども、やっぱりでも自分がこう将来に向かって考えるとですね、将来というかこう自分は後半の,の人生がこういい状態になるようにこう設定されているように感じてるんでですね。えー、それをこういろいろとこう頭の中で。 こう想像するというかいろいろ考えていくとですね今置かれている状況っていうのはすごくこうベターな状態をえ作り出せてい,ていってるんじゃないかなとそれでそこへこうステップアップしていける状態に持っていけるというふうに感じてるんですねこれもだからこう辛抱強くこう続けてきたというところでですね今8年目ですけどもこうやって途中でやめてですねまたそのまたというかその。 なんか会社員に戻ったりしたら今のこう状況その幸運には気づくことはできなかったこれを続けてきたことによって気づくことができたというところがあると思いますね。で人間関係にしてもですねいろんなことがあったんですけども今その人間関係でそのまあ縁が離れていったりとかこうずっとつながってる人とかいろんなことを考えると今の方今がその。 人間関係というのはこうついてるなとよく縁が切れてくれたと思いますよく縁が続いてくれたとも思いますで必要な人が今残っている状態、えー、これもですねなんかよくわからないですけどもその何かその自分でこう純粋なものというものをこう、えー、でそう,そういうものを大切にしてきた 自分の中の純粋なものを大切にしてきた人間関係を続けてきたことによって必要な人が残ってそうじゃない人というかそういうのをこう。 まあ僕が大切に思っている純粋なものっていうのをそ,ううそんなに大切に思ってない人っていうのはやっぱ離れていったんかなとそれかまあそういうものが見えてない状態になっているかというところはあると思うんですけどもそういうことでこうやっぱり今必要な人がしっかりこう残っていってくれているというふうに感じているそのえ人間関係の運というのは強運であるというところですね。僕はそこをこを諦めてこうなんかこう そのもうそこをどうでもええわと思ってしまってるようでは今の人間関係は作れなかった、えー、しっかりと縁が切れた人は切れてる必要,が必,要の必要のない人は縁が切れてるし必要の人,人は残ってるこの強運というのはやっぱりねやはりこうついてるとこれをそういうことを続けてきたことによってついてるんだなというふうに思います。ということで今日は。 幸運というのはこう継続すること幸運になれはついてる運がいいというのは、えー、継続することということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます